さて、ついに始まりましたただや現代文担当いたしますのは私、総刑事と言いますよろしくお願いします、えー、現代文の勉強方法っていうのはね非常に分かってないところが多いですもう誤解と偏見に満ち満ちてると言っても覚悟ではありませんでなんでこんなことを言うのかって言ったらねこれ数ある大学入試教科の中で唯一ね、母語母語の操作能力を問うそういう受験教科だからなんですよ母語というのはこんな字書くんですけどね これ僕らはね生まれた環境の中に使ってる言語をいつの間にか学んでね聞いたり話したりできるようになるせいでことさら学ばなくったってことさら受験勉強を一生懸命しなくったってと思うみたいです。もうとにかく何がひどいってね皆さんんから来る質問がひどいんですよもうねいろいろあってねどれから話していいかって思ってるんですけど、まあ、例えばね本の読み方聞かれたことあります。一冊ののの本を持ってきててきね緊張した思い持ちで先生の前に歩み出て先生生前にあの 本,って,本ってどうやって読んだらいいんですかって、ね、こう目の前にね危険物を置くかごとく置いてこうちょっと一歩引くんですよ。本の読み方と思ったわけね。だって先生は大学入試現代部を教える先生でしょ。本の読み方って基本的には自由でしょ。どうしようと思ったのね。もう聞いた瞬間にえーっと思ったんだけどこのえーってこの顔が彼を傷つけますからね心の中一生懸命一部をコントロールしました。で本の読み方っって言った後ね 待ってた全然待ってないんだけど質問待ってたような顔を作って彼をできるだけ負担を与えないようにしてねどこから教えるんですか先生こう見えてもプロですからできるだけ何かを伝えてやりたたいいと思いましたそこで彼を目の前の椅子に座らせてあげてその文庫本をねもうタイトル忘れちゃったもう嫌なこと忘れたいのかねで彼の方に向け直してまず表紙をめくりなさいって言ったんですよで素直なことでね目の前で表紙をめくったんですもう一番ベーシックななところかから教えるししいでしょ だから1ページ目の1行目を読んでみろって言ったらねじゃ素直な男の子でこれいいやつでよね1行目をちゃんと朗読声に出して読んでくれたんですよ。で次は 2, 2行目だっていうねあまりにも基本的なこと言うからちょっとね重大なことを言ってるふりをするためにね間を置きました。2秒ぐららいい間を置いてて次は2行目だって言っ言たらね 先生ちょっと待ってください」って言うからバレたと思ってあまりにもあまりにも簡単なこと言い過ぎたと思ってねうっと思ったら「先生ノート取っていいですかどこ取るの?ね」ねこういうことなんですよ。現代文の勉強ってねやる必要があるのかということすら疑わしく思ってる人がいるみたいです。とんでもない僕らはあらゆる受験教科を言語を通して学習し言葉を通して整理整頓して記憶するんですよ。で言語を通して外部へとアウトトプット 例えばテストでもプレゼンでもね外にいわば表現するんですつまり言語能力というパイプラインが痩せがれこんなに貧弱で未熟だったらね学習の能率効率が著しく落ちることはねはっきり言ってください特にね大学生になった後の学習に最も生きるのは実はね国語の中でも現代文だと言われてます。しっかり学んで 決して損のない教科だということは、まずちゃんと言っていきます。先生ね、非常によく聞く質問に、こういうのもあるんですよ。選択肢だけ見て、答えの出る方法を教えてくださいと。いや、びっくりします。それほどまでに、現代文という受験教科はね。まあ、まるでゲームのになってるんですか。 選択肢だけ見て答えが出る方法ってあるのって聞いたらねその生徒はね「ありますよ」って言うんですよ。「いやじゃあどういうふうに見るの課題文と合ってるものを探せ」って言ってるのに課題文見なくていいのって言ったら「見なくても分かるんです」じゃあどうやって見るのって言っったらね論理的に分析すするんですって言うんですよ。もう彼はね教えてる側と教わってる側の立場が入れ替わってることに気が付かずにね論論理的に論理的的ににっっててひたたすすら言ってたんですよまあ必死なのは分かりますけどね。 それ本当に使えるんかななお念のために言ってきます論理というのはね少なくとも現代文の中のロジックっていうのは2点間以上のキーワーワドがなければ発生しませんそこで今選択肢を念のためねこの目の前で5つ作ってみますでその中でどれが正解か今この動画を見てる君当ててみてください例えばこうして5つの選択肢を挙げてみましたこの中に正解が1つあるっていうことなんですがどれが正解だと思います かかりますかもう先に結論言いますけどね分からないでしょ分からなくて当たり前なんですよできる生徒とできない生徒の大きな区別だてはねできるやつってのはねここまで分かってるけどここから先は分かってないっていうね厳密な線引きがちゃんとできてるんですでできない生徒はなんか全部分かりませんっていう質問を持ってくるんですよいいですかこれが答えが出ないということが分かってる ということはね、実は本当は分かっているってことなんですよ。さて、回答を出すためにはどうしたらいいのか、課題文が必要なんですよね。A. は B. を。で、これ擬態語ですからね。ええー、括弧の中に入れて、何々しながら。実語は、まあ、なでもいいんですけど、待っていたぐらいにして、こう課題文を作ってみたということにしてみます。さて、空欄に何が入りますか。A. は B. を。キラキラしながら待っていた。 じじりりしながら待っていたドはらはらドキドキワクワクこれねどれでもまだ入りうることに気が付いてますかだって課題文の内容そのものがまだまだ不明瞭だからですよね。つまりこれさらに話を進めるとね A の中に明確な意味を一つ B の中に明確な意味をもう一つねこうして意味を限定してやると回答が一つに決め打ちできるようになってきます。例えばなし A を少年にしてみますで B を夏休みにしたら回答はどれになりますかこれから来る近い未来に対する胸躍るようなね期待感と考えたらキラキラですかジリジリですかハラハラですかドキドキですかワクワクでしょう答えはこの場合ワクワクになるんですよ例えば A を小次郎にしてみます佐々木小次郎わかります B を宮本武蔵としたら答え何になりますか 小次郎は武蔵をほにゃららしながら待っていたかの有名な岩流島の決闘ですよ武蔵遅刻してくるんですよね小次郎は待てど暮らせど武蔵が現れない何度も何度も岩流島の砂浜を越して歩きながらね春激冬季海原を眺めながら彼は言ったはずですまだか武蔵まだこののかとねそうして苛立ち待ちあぐむ気持ちと言われたら答えどれになりますか お作成からその場合は二になってくるはずですさてここで先生の話を聞いていやちょっと待ってジリジリじゃなくてんでもいいんじゃない少年が夏休みの話だったらねワクワクじゃなくてドキドキでもいいんじゃないって考えた人はねみんなの中に何割かきっといるはずです変な例になりますけどねジグソーパズル好きですか先生はね大嫌いなんですよ五千ピースぐらいあるとねもう軽く脳震盪が先生遅い 1> 1万ピースぐらいになるとね優退離脱するんじゃないかなってぐらいちょっと不快なんですけどね、まあ、それぐらい嫌になると何するのかというと例えば空のピースを埋める時にね同じ形と同じ色、まあ、似たようなものですね似たようなものがあったらちょっと違うなと思いながらもねもう面倒くさいんんんででですすよ押押しし込込じゃゃいいいま無理やややりもううこれっってちんですよ。 もちろん周りのピースが優しく盛り上がってねそこじゃないぞってこうなんかね伝えよしてくるんですけどその盛り上がったピースをさらに上から手でねグッと押さえつけて奇跡のフラットを作ってみせますこれって強引なことやってて間違えてるの分かりますさて何の話してるか気が付いてますかジリジリではなくてハラハラかもしれないと思う人あるいはワクワクじゃなくて4番ドキドキもいけるんじゃないかと思う人ね。 それをやってるのこれイメージでしか伝えられないようなね繊細な内容だからこういうふうに言ってますけど要はね無理やり押し込んでるんででるすよ解釈上の無理を自分が押しているかどうかねこれを理解するためには能力2つ必要です。1つ A は B をほにゃららしながら待っていたというこの文をちゃんと理解しているかどうかつまり文を読む力です。2つ目 ジリジリととのののの意意味味違違いいドドキキつまり語彙力ですよ正しく言葉を理解し知識として自分のものにしているか入試現代部に合格するための大きな日本の道が今みんなの目の前にそうして見えてるそういう話ですさてそれではそうやって読む読み方で今からとある問題にチャレンジしてみたいと思いますこちらを見てみてください この文章なんですけれども棒線部1番がここに設定されています数学者たちの謙虚さでしたってところですよねで先説問の方をちょっと見ていただきたいんですが問いはね棒線部1数学者たちの謙虚さを説明したものとして最も適当なものを一つ選んでくれっていうことですつまり文章戻る形になりますけれどもこの部分数学者たちの謙虚さってこれどういうものですかと聞くそういう説問ですよねところでこの文章ね 形式段落が二つありますけれども、この一個目の段落の次、冒線部一のあるこの二つ目の形式段落の頭の部分に注目してみてください。もう一つの発見はって書いてませんか？これわかります？つまりここまでの話はまず一個目として置いておいて、もう一個見つけたことがあります。数学者たちの謙虚さでしたって言ったんでしょ？ ということはね、この「防線部1」の中身はどこに説明されているのかというとこのもう一つの発見はこれこれでしたの後ろの文脈で初めてこの話題が走り始めると言えますよね。だから第二形式段落の中を読んで数学者たちの謙虚さの中身を今から探そうということです。ところで探し方は数学者たちの謙虚さですからこの数学をやる人たちが謙虚つつましやかで身の程知りね おごり高ぶらないようなそういう態度である部分を探そうと思いながら見ていくわけですいいねではやってみます数の世界は無限です人間よりも大きな存在の何かがそれを作り人間は与えられた知恵を使ってその仕組みをここ注目してください発見していくしかない これしかないいんだっていう方はねつまり数学者たちはせいぜいこの程度のことしかできないというある身の程をを知った謙虚さを表すフレーズだと読めますよねだからこれが手がかりの1つ目ということになっていいんですよさらに読んでいきますつまり数学者たちは数学者たちは主語ですからねこのまだ後に手がかりの2つ目が現れる可能性がありますよね数学者たちは人間は作り出す存在ではなくここチェックです作り出す存在ではなく 発見するだけの存在であるって書いてあるでしょこれもせいぜい見つけ出すくらいのことしかできず何かを生み出すなんて大それたことはできないんだぞというまさに身の程をわきまえた謙虚さを表しているフレーズと言いますよねそこで手がかりの2つ目だと解釈するんですよ読んでいきます 広大な数の世界の前で感動に打たれ、謙虚にひざまずいているって書いてあるから。まあ、ここも一応引っ張っておきましょう。謙虚にひざまずいているってところね。まあ、三つ目としておきますけれども。謙虚さの中身というよりも。謙虚な態度でひざまずいてるって触れてるだけだから。ちょっと手がかりが使いにくいです。 ででも関連があるのでこうししててて番号を付して線を付線引っ張っ張きますさらに文章広い砂漠に埋もれている一粒の宝石を探し求めて悪戦苦闘している数学者のイメージが私の中に湧き上がってきました私は数がそれほどまでに美しいものならば必ず物語になると確信しました作者小川陽子さんがなぜ数学者をテーマに小説を書きたいと思ったのかこれが語られた小文ですここまで読んで分かること数学者たちの謙虚さっていうのはその1 与えられた地を使って発見するしかないということ二つ目人間は作り出すことはできず発見することしかできないということ三つ目謙虚にひざまずくしかない存在であることこれらの内容をまとめるとこうなります考え方です人間まあこの文脈で言えば数学者のことでしょうは何かを創造、生み出し作るのではなく与えられた地を使って 発見するだけの存在であることをわきまえているこれがここでいう数学者たちの謙虚さの中身ですよねさてこうしてわかったら今度は選択肢の検討に入りたいと思います選択肢を見るときにちょっとね気がついてもらいたいことが1点あります これ1の選択肢知っているところ2の選択肢知っているところ3の選択肢知っているところ4の選択肢知っているところというふうにして実はね各選択肢の最後文末語尾が同じなんですよつまり勝負は何を知っているここが謙虚なのかここの判断になるってことですね。で見ていきますと1番は我々に感動を与えてくれる存在であることを知っているところと書いてありますけど感動を与えてくれる存在であることを知っているのが謙虚なのではなくて 生み出すことはできずただ発見することしかできないという身の程をわきまえている点が謙虚だったはずですよね内容がずれているの気がつきますかさて2の選択肢です、えー、人間の世界が有限で移ろいやすいものであることを知っているこれも内容がずれてますつまり数学者の謙虚さこの文脈でいう謙虚さの中身は生み出すことではなくただ見つけることしかできないとわきまえていることという内容じゃないとダメなんですよ3の選択肢 自分が新たに何かを生み出すのではなく既にある何かを見つけるだけの存在だと知っているところと書いてありますこれも完全に課題文の内容とぴったり合ってますよねつまり三が正解となります四の選択肢ね一つの真実を求めて悪戦苦闘するしかないのところはなんかね合ってるに見えなくはないんですけどこれむしろね広大な数の世界をここ制御するためにはって書いてありますが むしろおこがましくも存在な発想謙虚さとはね、相入れない言葉がある以上これは正解にはできないってことになりますつまりこの問題正解は以上の理由から3番になるんです画面を戻す形になりますけれども数学者たちの謙虚さをどういうものか内容を確定するためにこれ何をしているかわかります周辺の文脈から手がかりを一つ二つ三つと書き集めてどういう意味かを確定しているでしょつまりさっき空欄括弧の中に 五つの選択肢の中の何が入りますかって問題やりましたねあれと同じ発想なんですつまり入試現代文はねまず最初によく課題文を読んで手がかり根拠エビデンスをしっかり抑えてから正解を導くこれがね第一歩目の一番大事な話でした では第1個目本日のの要点の話をしたいと思います一言では課題文に書いてある内容に対して我々の読解つまり読み方というのはね何も足さず何も引かないお疲れ様でした。